である1949年に設置された。東京経済大学の前身は、大倉財閥を作った大倉喜八郎によって1900年に、現在の東京、虎ノ門に創立された大倉商業学校。大倉は、その設立の趣旨を次のように述べている。条約改正が実現し、内地雑居が近く行われる。 しかし我が国の商業者の知識は昔と変わらない。このままで進むと対等条約と内地雑居の実施の結果、我が国の商業界は外国人に独占されることになろう。自分が外国に指定を設けて優位の青年を派遣してきたのは外国人に対抗するためである。そこで自分の官暦と結婚二25年を記念して商業学校を設けて、 多数の商業者を育成し、世のために尽くしたい。大倉喜八郎創立委員として、大倉の友人である、石黒忠則、渡辺光輝渋沢栄一が参画し、1919年には、旧正専門学校の大倉高等商業学校を開校。1946年には、大倉経済専門学校として、現在の国分寺キャンパスに移転。 その3年後に大学に昇格。創立時の所在地は、大倉木八郎の邸宅の隣接地であった東京市赤坂区青井町であった。しかし空襲による校舎消失により、1946年1月20日に、現在のキャンパスがある国分寺へ移転する。なおこの国分寺の土地は、大倉財閥系列企業であった、中央工業所有の土地であり、 赤坂の高地との引き換えによって取得したものである。赤坂青井町の高地には現在、虎ノ門ツインビルディングが建設されており、ビル敷地内の緑地には、はじめ学の石踏みがある。11万人近い卒業生がおり、経済界をはじめとして、政治、会計、ジャーナリズム、芸能、スポーツなどの様々な分野に人材を輩出している。また、壊れる大学。 財務状況ワースト100の中で全国507次第の中でワースト89位の赤字大学として報道された。その後2013年には週刊東洋経済の大学特集本当に強い大学決定版において2012年度の貴族収支が黒字回復を遂げた有力私立大学として掲載された。責任と信用については 大倉喜八郎の1928年1月9日の始業式での訓話を元にしている。およそ何事をなすにも最も大切なのは信用である。信用のない人間は首のない人間のようなもので人間として少しの値打ちもありません。自分の仕事に対して責任を重んじ一旦口で言ったことは必ず実行する。 約束した以上は決して言わないということが土台となって、おっとれから信用が生まれ出るのであります。港区虎ノ門の東京経済大学発祥の地比学賞東京経済大学の学賞は、葵の葉がデザインされたものであり、これは前身である、大倉商業学校があった赤坂葵町の町名に由来するものである。スクールカラー学科、応援科、 大学参加学部研究科付属機関2004年にプロジェクト研究所規定が設けられ東京経済大学の専任教員を所長とする3年から5年の次元付きのプロジェクト研究所が設置されるようになった。下記の取り組みがなされている。採択されているプログラム東京経済大学では全学生から会費を徴収して活動を行う大学公認の学生組織を 学生団体と称している。加盟サークルが28団体である、文化会、加盟サークルが29団体である、体育会のほか、青い祭り実行委員会、新聞会、学生会、政教学生委員会、ゼミナール連合会が、学生団体として公認されている。同窓会国分寺キャンパス、新次郎池国分寺キャンパス内を、国分寺が決戦が貫いており、 校内東南端には2003年東京都名有水5 7 1に選ばれた新次郎地がある。その名称は1957年から10年間学長を務めた北沢新次郎の名に由来する。また校内にある大学図書館は1968年日本建築学会小作品賞を大学本館は第1回。 BCS 賞をそれぞれ受賞した建築物である。2010年より中規模教室の増設と図書館の機能向上などを目的として国分寺キャンパスの再開発を実施している。この再開発で2010年には95号館が解体され、2012年に中規模教室、大教室、PCL 教室等の機能を持つ新5号館が竣工。 その後、旧三号館が解体され、新図書館が竣工した。また、新図書館竣工後に、旧図書館の改修工事を行い、大倉木八郎新日総館としてリニューアルされ、正面入り口に、大倉木八郎の銅像が鎮座している。武蔵村山キャンパス、武蔵村山キャンパス入り口主に体育科目の施設と、体育会計サークル用のクラウンド、 施設が整備されており、地域貢献の一環として、武蔵村山市市民大学講座や、施設の開放が実施されている。複数大学間協定個別協定校を有効校。ありがとうございます。